静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域機械工学系列の山際義樹先生をご紹介します。研究分野は宇宙工学、推進工学、環境工学としており、現在の研究テーマは将来型宇宙輸送システムに関する研究と宇宙開発が地球生態、経済系に及ぼす影響についての研究です。はい、皆さんこんにちは。静岡大学工学部機械工学科の山際義樹です。本日はですね、当研究室の将来型宇宙輸送システムに関する研究について説明させていただきます。将来型の宇宙輸送システムというのは、具体的にはですね、推進剤を使わないで宇宙輸送しようというシステムになります。本日はですね、この宇宙、その中でも宇宙テザーと宇宙エレベーターということを中心に説明させていただきます。で、その前にまず現在使われている宇宙輸送システム、これがどういうものかということですけれども、これは化学ロケットということになります。代表的なものとして H2 ロケットとかスペースシャトルなんていうのがありますけれども、この化学ロケットというのはロケットの中にあるエンジンですね、このエンジンの中で燃料を燃焼させることで非常に高エネルギーのガスを発生させて、それを噴射することで、その噴射する反動で飛んでいくというのが化学ロケットになります。こういうですね、化学ロケットですけども、この打ち上げのシーンなんかを見てわかるようにですね、大量のガスを噴射しないと飛んでいかないということになります。で、その化学ロケットの欠点ということは、これは燃費が悪いということですね。したがって、そのロケットを動かすために大量の推進剤がいるということになります。具体的にはこの表にありますようにですね、打ち上げロケットの場合ですと、だいたい9割近くですね、9割近くが推進剤ということになって、運べる分はほんの1割ということになります。じゃあこれを良くするにはどうすればいいかということですけども、将来のですね、大量宇宙輸送時代を考えますと、もっと効率の良いですね、ロケット宇宙輸送システムが必要になるということになります。その具体的な方策としては、このロケットから噴射するガスのスピードを速くする、もしくは推進剤を使わないというのが理想的な方法だということになります。で、またもう一つですね、こういう化学ロケットですけれども、その噴射される大量のガスというのは、これは地球環境にですね、非常に大きな影響を与えるということになります。例えばスペースシャトルなんかですけれども、ここで噴射されるロケットの排出物というのは、なんとですね、ジャンボジェット、これの10倍ぐらいの排気ガスが噴射されることになります。それは塩素酸化物であったり水であったりするわけですけれども、こういったものによって大気のオゾン層が破壊されたりですね、電離層が破壊されたりするということになります。したがってやはりですね、推進剤を使わない宇宙輸送システムというのが環境の面でも理想的ということになるかと思います。では、こういう燃料を使わない宇宙輸送システムというものはといいますと、宇宙テザー、もしくはソーラーセールといったものがありますけれども、ソーラーセールというのは宇宙ヨットなんですけれども、ここではですね、この宇宙テザーというものについて説明させていただきます。宇宙テザーというのは、これはですね、宇宙船から伸びた非常に細長いワイヤー、もしくは高張力合成繊維のことを言います。で、この単純な紐によって一体どうやって輸送できるのかということですけれども、その方法としては、導電テザーというものと回転テザーという方法があります。まず回転テザー、こちらは非常にですね、シンプルな方法ですけれども、これは軌道上をそのテザーを伸ばしたシステム自体が回転しながら軌道上をこう回ることになります。回っているというですね、そういうものを回転テザーというふうに読みます。で、この回転テザーによって、輸送、地球から輸送されてきた荷物ですね、ペイロードというふうに呼びますけれども、これをこのテザーの先端で引っ掛けてやってですね、ぐるっと回してやります。そしてあるところで、切り離してやる。そうするとこの荷物がですね、高い軌道に行ったり、さらにはですね、月とか火星に輸送することも可能になります。もう少し具体的に図で示しますと、このペイロードという荷物が地球
球の周辺を周回しているとします。それも高い軌道ですね。ここで回転しながら軌道上を回っているテザーシステムというのがあることになります。それをこの低い軌道のところでこのテザーの先端で荷物をキャッチしてやる。でさらにぐるっと軌道を回ってきて、でまた低い軌道に来た時に切り離してやるということになります。そうするとですね、最初青い軌道にあった荷物がですね、こういう黒い高い軌道に移るということになるわけですね。つまりテザーの回転する運動量ですね、これをうまく利用して輸送しようということになります。まあ、いわば宇宙におけるハンマー投げと考えてもらえばいいかと思います。まあ、こういうものが回転テザーと呼ばれるものです。さらにもう一つの導電テザーというのはどういうものかと言いますと、これはですね、宇宙でテザーを展開します。でこのテザーに電流を流してやるということになります。でこのテザーというのは宇宙で展開しますと地球に対してほぼですね垂直に伸びることになります。一方地球には磁場がありますね。南極から北極にかけて磁力線が走っていることになります。でこの磁力線というのは赤道面とか日本の付近ではほぼですね地上に平行に走っていることになります。でここでこのテザー垂直のテザーに電流を流してやりますと電流と磁場が直交する形になりますね。すると皆さん中学の時にフレーミングの左手の法則というのを習われたかと思いますけれども、これによって電流と磁場、この直交するこの両方に直交する方に力が働くことになります。この力を推力としようということになります。でこの推力がちょうど軌道を周回している方向に働きますので、このテザーのシステム宇宙船を加速したり減速したりすることができるということになります。つまり地球の磁場をうまく利用してですね、推進剤を全く使わずにですね輸送しようというのがこれが導電テザーということになります。まあ、こういうふうないろんな推進剤を使わない輸送が可能なのが宇宙テザーということになります。で静岡大学ではじゃあどういう研究をやっているかといいますと、まあ、こういう宇宙テザーを使った宇宙輸送システムの最適設計はどうすればいいかということ、それからこのテザーという非常に細長いシステムですね、これはどういう動きをするかというののモデル化、さらにはこのシステムを実用化するためにそれぞれの要素技術を宇宙実証しようという、まあ、こういったことを実施しています。実際ですね、うちの大学、JAXA なんかのチームと一緒に2010年にはロケット実験によってこの導電テザーの作動を確かめています。さらには2014年ですね、これは軌道上でですねこの導電テザーの実験をやったりしていまして、もうすでにですね宇宙実験の段階まで来ているのが導電テザーということになります。一方回転テザーの方はこれはですねもう少し先の話になるかと思います。で、まあ、このテザーこれをですね、ずっと伸ばしてきて宇宙ステーションと地上を結んでやって、そのテザーに沿ってエレベーターを行ったり来たりして輸送しようというのがこれが宇宙エレベーターになります。つまり宇宙テザーというのは宇宙エレベーターの最も基礎的な部分ということになるんですね。で宇宙エレベーター、今言ったようにですね、その地球と宇宙ステーションを結ぶんですけれども、当然地球というのは回転してますので、その回転からずれてしまうとこのシステムが成立しないということになります。でそのためには地球の回転と同期している軌道、これは地球高度3万6千キロの円軌道、赤道面上の円軌道ですけれども、この円軌道と結んでやるというのが基本になります。さらにはですね、そのまでは地球に落ちてきてしまうので、その外側に遠心力でですね引っ張ってシステムを保つということが必要になりまして、これがアンカーステーションということになります。したがってその宇宙エレベーターの構成としてアンカーステーション、メインステーション、そしてテザー、そして荷物を運ぶクライマーということになるんですね。静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組、今回は学術院工学領域電気電子工学系列の渡辺稔先生をご紹介します。研究分野は情報学、計算基盤、計算機システムとしており、
現在の研究テーマは光電子デバイスやゲーム回路実装です。静岡大学の電気電子工学科の渡辺です。本日は当研究室で進めていますゲームの研究についてご紹介したいと思います。まずはですね、そのゲームの研究に使用している、2つのですね、ボードゲームをご紹介したいと思います。まずはですね、コネクト6というゲームなんですけれども、皆さんご存知でしょうか。多分ですね、皆さん幼少の頃に五目並べで遊んだことがあると思うんですけれども、コネクト6は六目並べになります。で、このゲームが誕生した背景なんですけれども、五目並べというのは先手が有利であるということが、分かってます。で、それが問題であるということから、六目並べというものがですね、2003年に台湾で開発されました。で、石を6つ並べれば、勝ちになります、このゲームでは。で、先手が最初に1つだけ石を置いて、その後で、5手以降、お互いに2つずつ石を置いていきます。で、最初に6個の、並びを作った方が勝ちということになります。で、五目並べはですね、各プレイヤー各ターンで1つずつ石を置いたと思いますけれども、コネクト6という6目並べでは、最初の1手を除いてですね、2つずつ置くというところが、異なっている点だと思います。で、ただしこのようなプレイの方法を用いることによって先手と後手の強さがほぼ同じということが、分かっています。で、それではですね、具体的にじゃあコネクト6のゲームの、例を見ていきたいと思います。で、コネクト6ではまず最初のプレイヤーは1つ石を置きます。で、場所はどこでもいいんですけど、ここの例では真ん中に今置いてある状態です。で、それ以降は各プレイヤー2つずつ石を置いていきます。このようにですね、白のプレイヤーは今ここの位置に置きました。で、そして、次にですね、黒のプレイヤーがこのように、置いていきます。で、2つずつ置いていきます。で、そして、相手の、6目並びをブロックしたりですね、それから自分の6目並びを作るように、このようにですね、2つの石を、交互に置き合っていくということです。で、最終的にですね、ちょっと土地は省略しますけど、このような状態になってですね、例えば今のケースで言うと、ここが、ちょうど黒がですね、6目並んでいる状態で、このケースで言うと、黒の、プレイヤーの勝ちということになります。で、基本的なルールは、五目並べに近いんですけれども、このような、二人で遊べる、コネクト6というゲームがあるということをご紹介しました。で、我々はですね、今、研究対象として、こういったゲームを、ちょっとコネクト6というゲームを使っているということです。で、ついでにですね、もう一つ、ゲームをご紹介したいと思います。で、こちらはですね、ブロッカースディオというゲームなんですけれども、こちらもですね、歴史がまだ浅くて、2000年にフランスで発売されたゲームになります。ボードゲームになります。で、各プレイヤーですね、こちらで示すような21種類のですね、ピースを持って、お互いにですね、ボードにこのピースを置き合うことで、最終的にたくさんの面積をそのピースで占有できた方がですね、勝ちという、そういった陣取り合戦のゲームになります。で、こちらのですね、ルールは、角と角を接するように置いていくというルールになっています。で、具体的にですね、プレイの様子を見ながらですね、ちょっとルールを説明していきたいと思います。で、こちらがですね、ブロッカースデュオの、ボードになります。で、黒い丸があるんですけれども、最初の、1ピース目は必ずこの黒丸に重なるように置くというルールがあります。ですから、まず紫色の、プレイヤーがまず先手です。で、このように、置いていきます。で、そして、その次、今度、黄色のプレイヤーなんですけれども、後手の黄色のプレイヤーも赤に丸に重なるように置いていきます。で、これ以降は、各プレイヤー、自分のピースの角に接するように次のピースを置かないといけないというルールで、プレイをしていきます。
で例えばですね、こういった形ですね。このケースでは、紫色のその最初に打ったピースの角と次に打ったピースの角が、接続してます。で1箇所以上接続するような形で置いていきます。で次黄色のプレイヤーも今ここの角と角が接するように置かれています。これが基本的な、ブロッカースデュオのルールになります。で自分の、プレイをしているそのピースとピースの、辺と辺が接するように置いてはいけないというルールになっています。で辺と辺が接するというのはこれ例えばこういった例なんですが、これは、相手と今、辺と辺で接しています。でこれがもし自分のピースだったらここの位置にこのピースは置いちゃいけないと、そういったルールになっています。ただし相手のピースとは辺と辺で接しても構いません。ここでは別に問題はこの置き方は問題ありません。でこのようにしてですね、お互いにピースを置きながらですね、陣取り合戦をやっていきます。でこの時点で黄色はもう上に行けないような状態で完全にブロックされた状態にあります。でこういってお互いに相手をですねブロックしながら陣地をどんどん取っていって、最終的によりたくさんの面積を例えば紫色が占めている面積であれば、そちらが黄色の占めている面積よりも広く大きくなれば紫色のプレイヤーが勝ちということになると。でこのケースで言うと紫のプレイヤーの方がよりたくさん置けてますので勝ちということになります。で回路としてソフトウェアではなくてパソコン上のソフトウェアではなくて回路として実装することによって、実はですね劇的な処理の高速化というのが可能になってくるんです。我々ですねそちらに、今参加をしているということになります。もちろん論文発表もするんですけれども、そういった、デザインコンペティションに参加して我々のそのハードウェア実装技術を競い合っていると、世界の研究者とっていうところです。でそしてこれがですね我々の研究チームの成績なんですけれども、2010年の12月以降ですね、我々はですね、国際会議、ICFPT の国際会議と、それから HEART という国際会議で開かれているデザインコンペティションに参加をしています。静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は、学術院工学領域電子物質化学系列の井上翼先生をご紹介します。研究分野はナノマイクロ化学、ナノ材料工学としており、現在の研究テーマは長尺カーボンナノチューブ合成、ナノチューブファイバーへの応用とカーボンナノチューブ複合材料です。学術院工学領域電子物質化学系列の井上です。私はカーボンナノチューブの研究をやっておりまして、特にカーボンナノチューブを使った革新的な将来の軽量素材の開発を進めています。そもそもカーボンナノチューブとは何かと申しますと、炭素の結晶の材料です。従来からは黒鉛やダイヤモンドがよく知られていますが、カーボンナノチューブというのは1991年に日本の研究者の方によって発見された新しい素材です。ミクロに見ますと、炭素の原子が六角形に配置された構造のシート、いわゆるグラフェンを筒状に巻いたものです。直径が数ナノメートルから大きいものでは100ナノメートル程度、そういうところからナノチューブという名前がついています。長さは作り方によっていろいろですが、長いものでは10ミリメートル程度まで長いものもあります。でこのカーボンナノチューブは非常に素晴らしい性質がありまして、細いだけではなくて電気をよく通すとか熱を通すといった他にもたくさんありますが、このスライドのように他の材料にはないような優れた特性があることから、いろんな世の中での応用研究が、カーボンナノチューブの発見当初から期待されています。これらを数値データとしてまとめるとこのスライドのようになりますが、軽量というのは重量の密度が 2g 以下、ちょうど有機材料と申しますか、身の回りにある素材、軽い素材と同程度です。でありながら機械特性は鉄、鋼鉄の数倍、強度でいうと100倍以上、断性率っていうのは、曲がりにくさなんですが、5倍以上、また、最近注目されてますのは、電気特性や熱特性です。
例えば電気特性は、ナノ材料をうまくその薄く、ガラスの上に敷き詰めると、まあ、透明の電極になるので、スマートフォンなどの、表面の電極に使われたりですとか、あとまあ熱特性は大変熱を流す素材なので、いろんな、トランジスタや例えば大きなものでいうと自動車などの、熱がたくさん出て、性能を劣化させるようなそういった熱を逃がす目的に使われようとして研究が進められています。まあ、それらをまとめるとこのようにカーボンナノチューブっていうのは、非常に広い応用分野があってナノ材料としてはコンピューターとかまたはまあゴムに混ぜて熱と電気が流れるゴムといった、まあ、素材としての用途があったりまたは環境最近ではエネルギーとして、リチウムイオン電池にも、電極材料として使われるようになってきました。また、バイオとかそういったところにも将来的に使われようとしています。まあ、そのようなカーボンナノチューブを私の研究室では、まず素材を作るところから、実験を始めます。そしてそれを加工して例えば、紙のようなペーパー材料であったり糸のようなファイバー材料を作ったりして新しい応用の開発を進めています。まあ、このような研究をするようになったのは今からちょうど10年ぐらい前に、まあ、たまたま珍しいそのカーボンナノチューブのファイバー化現象というのを発見しました。カーボンナノチューブが自動的に整然と並ぶという特徴があるのでそれはカーボンナノチューブの優れた特性を最終製品に生かすには非常にもってこいの特性でした。それでその技術を生かしてカーボンナノチューブをこれまでにもないような、まあ、革新的な応用にできるんじゃないかと思って、合成から応用まで一貫した研究を進めるようになりました。まずその作成方法について紹介したいと思います。カーボンナノチューブは、化学基礎堆積法と言われるような、原料のガスを高温で分解して、結晶を作るという一般に CVD と言われるんですがそのような方法で作成しています。ちょうど800度ぐらいの高温でやっています。でこれは、静岡大学で開発したもので日本とアメリカで、特許も取得しています。それを研究室の装置の写真で見せるとこのようにデスクトップタイプの、まあ、ラボの中で使うものですからそんなに大きくはないんですが、研究室で、自ら組み上げて作った装置を使っています。それでできるカーボンナノチューブは、炭素の材料なので、まあ、黒いんですが左上の写真は透明の、石英の板の上にカーボンナノチューブが、垂直に立って、合成されている写真です。分かりにくいので電子顕微鏡で見るとこの左下のように平たい板の上に垂直に細いファイバー状のカーボンナノチューブが合成されているのがよく分かります。その一本一本は右下の写真のようにこれは透過電子顕微鏡のイメージでして、まあ、透かしてみると多層構造の筒状の構造をしています。一般に多層カーボンナノチューブと言われます。ちょうどバームクーヘンと同じような構造でして何層にも重なった筒状の構造です。でこれがここまで作るのは、まあ、従来から知られているんですがこれらの防水現象というのは非常に特筆すべき現象です。このように黒いカーボンナノチューブの一端をピンセットなどでつまみ出すとスルスルっと繊維状のものが出てきます。でこれはいつまでも続くような現象でして世の中で販売されているカーボンナノチューブっていうのは一般的には黒い粉状のものなんですがこのように連なって繊維化されるっていうのは他にもないような珍しい現象です。で、まあ、このことを私たちは防石という言葉を使っています。で、まあ、どうして防石できるのかってことをよく尋ねられるんですがこのように基板の上に右上の写真のようにカーボンナノチューブが垂直に配列して合成されてるんですけどもそれは基板の上で全てがくっついています。ファンデルワールス力で結合しています。ですからそれを引き裂くように引き出すことによって、一方向にきれいに並んだカーボンナノチューブの連結繊維構造が形成されます。それをカーボンナノチューブウェブと言います。このカーボンナノチューブウェブを例えば回転モーターでこうくるくるっとよりを加えて、引き出してやると、より糸ができます。
このヨリートを作る方法というのは、まあ、一般的な例えば綿花であったり、ポリエステルなどの、まあ、通常の繊維を作る方法と、まあ、非常によく似ています。例えば左上の写真は1センチの基板の幅の CNT ウェブにヨリを加えて CNT の糸ファイバーを作っているところです。右上の写真のように顕微鏡で見ると細い繊維がタコ糸のようにこうくるくるっと揺られているのがよくわかります。で、まあ、この動画で示すように作り方は至ってシンプルです。CVD の装置で作成したカーボンナノチューブを一旦こう引き出すと、この指の左側に見える黒い帯状の CNT カーボンナノチューブウェブというのが出てきます。これをこう、まあ、テープ、両面テープのようなもので巻き付けて、で右側に見える回転子、これに、取り付けます。でこの回転子を高速で回転させながら、後方へ移動させて、連続的なカーボンナノチューブの長い繊維、長繊維を作成しています。静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組、今回は学術院工学領域化学バイオ工学系列の二俣博之先生をご紹介します。研究分野は農学、農芸科学、応用微生物学、微生物生態学、化学、複合化学、エネルギー関連科学としており、現在の研究テーマは微生物生態系の理解、水質浄化に向けた消化脱窒微生物群の解析、陸水系の保全に関する研究、微生物による塩素回転汚染環境の浄化と新規蓄電部材に関する研究です。で、ここの工学部の化学バイオ工学科では、化学とその数学がとても大事だというふうに考えていますので、化学と数学が大好きで、かつ、微生物バイオにも興味があるっていう学生にぜひですね来てほしいと思っています。で、生物はですね、大学に入ってからでも全然、大丈夫ですし、私自身も高校時代は化学と物理をやってまして、大学に入って初めて生物を習って、まあ、今その生物by微生物を使った研究をしているっていう、そういう立場にいます。で、私の研究をですねちょっとずつ紹介していきたいんですけども、これがですね微生物の、電子顕微鏡の写真になります。で、この微生物はですね動くことができます。で、これはここにこう見えているこの線みたいに髪の毛みたいに見えてますけど、これがですね、鞭毛と言われているもので、これを動かすことでですね、この微生物大きさがだいたい1000分の1ミリぐらいしかないですけど、これがもし車の大きさぐらいあるとすると、まあ、時速200キロぐらいでですね動くことができる微生物もいます。あるいはですね分裂して増える、そしていろんな物質をですね認識できます。ここの、まあ、頭っていうわけじゃないですけど、先端にちっちゃなセンサーがついていまして、それを認識してですねそっちの自分が好きなものに向かって進むとか、危険なものを察知して逃げるっていった行動を取ることができます。そしてその環境中にはですね実にいろんな微生物がたくさん生息していまして、それをじゃあうまくどう使っていくのかっていうのが私の研究になります。で、研究をもうちょっと続けていくんですけど、紹介続けていきますけど、研究の大きな目的はですねこの自然と人間の共存をなんとかしてやっていきたい、そのためにどうしたらいいのかっていうことなんですけど、そのためにこの微生物とかその微生物の生態、あるいは環境浄化、そして廃棄物処理とエネルギー生産を組み合わせたことをやっています。で、この写真はですね顕微鏡で水の中の、微生物を見たものなんですけど、まあ、こういうふうに緑色に光っているのは、まあ、微生物なんですね。で、この赤く光っているのはその非常に活性が高い、呼吸をいっぱいしている細胞が赤く染まっています。で、黄色い部分はその緑と赤が重なったものなので、ここは非常にこう、活性が高いものがですねいろいろいるっていうことなんですけど、こういうそのいろんなこう微生物、あるいはいろんな活性を持ったものがいる、微生物の生態系をですねどう
利用していくのかっていうのが、まあ難しいんですけども非常に面白いと思ってやっています。で、これを使ってですね、一つにはこの微生物燃料電池っていうですね、廃棄物処理とエネルギー生産を同時に行える装置があるんですけど、これについての研究を一つやっています。それと、このですね、環境浄化と保全で、その水をきれいにするだとか汚れた土をきれいにするっていう研究をやっています。そして、こういったこういろんな微生物がいるこの微生物のこう生態系っていうんですけど、これをやっぱり理解したいっていうことで、この微生物同士のですね、相互作用っていうのがあるんですけど、化学物質を介してですね、微生物同士っていうのはこう情報を交換し合っていろいろ刺激し合ってるんですけど、こういう微生物間の相互作用ってどうなってるのかとか、生態系のシステムってそもそも何なんだろうということも研究しています。でまずですね、この環境浄化と保全っていうことに対してちょっと紹介したいと思います。でこれはですね、現在の環境汚染の特徴なんですけど、非常に強い毒性と難分解性の物質で汚染されているのが特徴で、その場所はですね、土の中とか地下水っていったその、人目につかないところが最近非常に多いです。そして低濃度、環境基準値よりは高いんですけども、低濃度で非常に広範囲、例えば数百メートルとか数キロ四方にわたって汚染が広がっているっていうのが現在の特徴なんですね。でここにこう挙げている物質は主にですね、その塩素がくっついている化合物がですね、やっぱり毒性が強くて難分解性と言われています。で私の研究ではですね、このトリクロロエテンと言われている物質で、こういうふうに塩素がこう3つくっついている物質を、対象としていまして、これがその発がん性があったりだとか、非常に揮発性が高いとか、環境基準値が 30ppb っていうですね、マイクログラムパーリッターって非常に低濃度なんですけども、これを超えたらもう汚染だよっていうぐらい危険な物質なんですね。でこれがですね、こう地下水工場の配管から漏れ出たりとかして、地下水を通って地下水がですね、こう汲み上げてるんですけども、ここにこうドヨンと黒く見えているものがこのトリクロロエテンなんですね。こういうふうにですね、地下水を汚染しています。でこれをいかにですね、きれいにするかっていうことを一つの実験例をですね、ここで紹介したいんですけども、これがですね、ここにですね、土をですね、ボトルの中に入れてまして、この瓶の中に人工的にですね、TCE をですね、こう添加しているんですね。でここで人工的に汚染環境を作るわけです。でここでですね、微生物がこう働いてくれれば、この TCE っていう物質が減っていくわけなんですけど、でこの横軸はこの時間です。で縦軸がこの TCE の濃度になってます。でこのコントロール条件っていうところでは、赤い方がですね、菌を殺している、土の中の菌を全部殺した時の話なんですけど、菌を殺しても殺してなくても結果は変わらない。でこのちょっと減ったように見えてますけど、この分っていうのは、土壌に吸着してしまって、見かけ上減ってるように見えてるだけなんですね。ですから何もしないと、汚染物質っていうのは減らないよと、この TCE という物質は減りませんということですね。なので今度その栄養素をですね、この入れた時にどうなるか、その窒素とかリンとかカリウムといったものを入れて、微生物を活性化させてみたらどうなるかっていう実験結果ですけど、それでもあんまり減らないねっていうことなんですね。じゃあ次にそのこのフェノールっていう物質をですね、分解する微生物はTCE を分解することが分かっていますので、これをですね、添加した時にどうなるかってことなんですけども、この 20ppm フェノールっていう濃度を入れてもですね、あんまり減らないんですね。ほとんどこれまでの結果と変わらない。
なのでこの 20ppm よりも今度その10倍高い 200ppm を入れたらですねうまくいくんじゃないかと思って、やってみたんですけど、まあ、それでもですね、まあ、最初うまくいくかなって感じなんですけど、まあ、ちょっとこうあんまりうまくいかないねって感じ。じゃあこの20をですね今度小分けして10回に分けてやってみる。だ入れてる量は200と同じなんですけど、この入れ方を今度変えてみるってことをやってみますと、非常に面白くてですね、こうサクッと全部ゼロまでいってしまったとっていうことでですね、これは微生物生態系のその潜在能力をきちんと引き出すことができた。だから人間側がこうちゃんとしたやり方さえ見つけてあげれれば、汚れた環境でもこうきちんと綺麗にできるっていう、そういう実験結果なんですね。ですから非常にこの微生物の研究っていうのは非常に面白いですし、人間側がこううまくアプローチできる方法を見つけさえすれば、いろんなことができるんじゃないかというふうに考えています。静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組、今回は学術院工学領域数理システム工学系列の石原進先生をご紹介します。研究分野は工学、電気電子工学、通信ネットワーク工学としており、現在の研究テーマは射射管アドホックネットワークと移動センサネットワークです。皆さんこんにちは。工学部数理システム工学科の石原進です。私が行っている射射管無線ネットワークを用いた運転者支援と交通安全支援に関する研究について紹介します。射射管無線ネットワークとはその名の通り、車と車による無線通信ネットワークです。基本的にはオフィスで使う無線 LAN と同様の技術を用いた通信方式が日本、アメリカ、ヨーロッパで標準化されています。このような射射管無線ネットワークとロシア間の無線通信を合わせて運転者支援と安全運転支援に使うべく、まあ、開発が進められてきました。そして2015年の秋、日本で世界で初めてのロシア間射射管通信機能を搭載した車両が一般発売され始めました。これらの車ではロシア間通信による右折時の注意喚起、それから射射管通信機能を使った通信利用型レーダークルーズコントロール、そして緊急車両、まあ、消防車とか救急車ですね、これらの存在通知が可能となっています。私の研究室では射射管通信を用いた運転者支援、安全運転支援を目指したプロジェクトをいくつか行っていますが、ここではそのうちの一つ、リアルタイム画像カーナビプロジェクトを紹介します。リアルタイム画像カーナビとは、ドライバーが気になる場所の今の様子を伝える仕組みです。例えば渋滞に捕まった時、ドライバーは渋滞しているけどこの先の道はどうなっているんだろうと考えるでしょう。でそんな時にこのシステムが役に立ちます。ドライバーは自分の関心のある場所、関心領域をタッチスクリーンや音声入力によってシステムに伝えます。すると射射管通信によって関心領域を走行している車に向けて要求メッセージが伝わります。要求メッセージを受け取った自動車は写真を撮影したり、あるいはあらかじめ保存済みの写真を利用して応答メッセージを作ります。でその応答メッセージを射射管通信を用いて要求した車に送り返すと、まあ、こういう仕組みです。こうすることでドライバーは自分が今見たい場所の情報を得ることができるわけです。でこのリアルタイム画像カーナビを実現するとなると、いろいろな課題があります。一つは特定の場所に向けたメッセージの送信です。射射管の無線通信を介して効率的に宛先の場所にメッセージを届ける技術の開発が必要です。二つ目に、車両の密度によらないメッセージの配信です。射射管通信に用いる無線通信はその通信距離が数百メートル程度です。したがって車両間の距離が長いと、車から車にメッセージを送ろうと思っても直接伝わらないという、そういう事態が起きます。すると、まあ、要求を送っても、まあ、結果が得られないということになってしまうので、この対策は必要なわけです。で一方で車両の密度が高くなっていたとしても、それは問題でして、無線通信では同じ無線通信チャンネルを複数の車で共有しますので、たくさんの車が多く同時にメッセージを送ろうとすると、通信路が混み合ってしまって送りたいメッセージが送れないという、そういう事態が起きてしまいます。そのためこれらの対策も必要となります。最後にユーザーインターフェースです。どのような画像を車が撮るのか、それから車が送ってくれた画像をどのようにしてドライバーに掲示するのか、その工夫が必要です。
ここでは私たちが開発した車両密度が低い時に対応したメッセージの配信技術を紹介したいと思います。この技術の一つ目の工夫はデータの複製を複数の車両に配布することです。これによってデータを作成した車両が、その場所にいなくなったとしてもですね、データの要求をそこに届けることが可能となります。次にデータに割り付けられた位置での複製の配布し直し、これも重要な技術になっています。データの複製を、配布したとしてもですね、その複製を受け取った車がその場所から動いてしまうとですね、結局は、データがその場所にない状態になりまして、その場所に向けて要求が送られても誰も受け取ることができない状態になってしまいます。そこでそのデータに関連付けられた場所でデータの複製をまた他の車に送り直してあげるとします。すると車がその場所からいなくなってしまってもですね、あたかも自爆霊のようにデータがその場所に居続けることができる。結果として、要求をその場所にいる車が誰か受け取ることができるということになります。はい。そして、最後の工夫はですね、データの送信場所です。私たちのシステムではデータの送信を交差点で行うようにしています。交差点はですね、信号待ちの車などで、一時的に車両の密度が高い状態が発生します。そのため、一度のデータの送信で多くの車両にデータを配信することができます。これによってデータの送信回数を減らして、データの通信路の混雑を、防ぐことができるという具合です。